はいどうも、羽田圭介です。久しぶりですね。はい、今日取り上げるのはこちら、森生貝舞姫です。まあ、こちらは新潮文庫なんですけれども、まあこのうちの舞姫だけ取り上げたいと思います。じゃあなんで今日この舞姫取り上げるかって言いますと、もう結構前に夏目漱石の心を取り上げたんですが、心の再生回数が多いんですよ。 漱石の心って高校2年ぐらい3年かな高校2年かな高校時代の国語の授業で心を読んだ人が多いからかなだから定期的に需要があるのかな心の前に教科書で読んだ記憶のある森外舞姫ですね僕の場合漱石の心と対をなす有名な近代日本文学として 森妖怪舞姫は欠かせないわけですねでその前にですね僕このチャンネルでこの同じ森外のイタセクススアリでですすねこれを取り上げたんですよ高校時代に読んだ舞姫の印象とちょっと違うぐらい性について書いた小さめの箱でやってるトークライブみたいな小説だなと思ったんですよ。なんでまあこれ紹介したんですけどこのチャンネルで。でもね なんかねそんなにみんな食いついいつてない感じが分かったんですよあれ同じ盛り鴎なのになってじゃあ盛り鴎でもやっぱりこっちら教科書でやったことのある「舞姫」っていうのをまあ正面からやってみようと思って今回取り上げてみます。あとはですね、まあ、小説の執筆が忙しかったので先日ようやく5「56789101112」7 8 9 10 11 12 8ヶ月間書いてた小説の第1稿をようやく編集者に送ったのでようやく YouTube やる時間ができたぞっていう感じでちょっともうリハビリなんですよもうカメラの使い方とかも忘れちゃったんですけどまあリハビリとして森外舞姫いいかなって思い今回紹介しますこれ、まあ、舞姫高校時代に読んだんですよ原告の明治大学附属明治中学高校あ高,高校かで 漱石の「心」に関しては新潮文庫を渡されて読んだんですけど舞姫は教科書書に本文書かれてたんですね、まあ、学校授業で最初に触れたちょっと古風な近代文学っていうのは大体の人が「舞姫が初って人多いと思うんですね。まあ世代とか使ってた教科書によると思うんですけど、まあ、当然僕はねあの 普通に読書である程度近代文学を読んでたんですけど中1ぐらいからでもねやっぱちゃんとなんだろうな読み解くっていう解説付きで読んだ近代文学は舞姫が初めてでしたね、まあ、舞姫のあらすじって有名ですし主人公の男が国の金でドイツに留学してそこで成果出さなきゃいけないのに現地のドイツの女性エリスと仲良くなっちゃって。エリスの お母さんも貧乏で相手は妊娠させちゃってでもそこで主人公の太田豊太郎のことを心配している友人とあとは彼にチャンスをくれる大臣が現れるんですよねでどこどこへ行けばお前ちょっともっとやり直せるぞっていうチャンスが来るんですよでそれで現地のドイツの女性を捨てて日本に帰るっていう日本に向かう船の中でああやこうだ後悔とか懺悔してるっていう話 まあざっくり言うとそういう話ですよね。それを購入の時に読んだわけですよ。僕の心の中ではもうちょっと長い小説ってイメージだったんですけど、舞姫は身長文庫で言うとですね、もうたったこんだけなんですよ。たったこんだけ、こんだけ舞姫って。そうだからめちゃくちゃ短いんですよね。身長文庫で言うと8ページから35ページまでしか文本文ないんですよ。っていうぐらい非常に短いんですよ。だから。 漱石で心はもうちょっと文庫本一冊分長いんでこれめちゃくちゃ短いですねこれでそれをですね童貞が読んでもですねこう思うんですよね25歳ぐらいの大田豊太郎が現地で女作ってモテてでなんやかんや言い訳して日本に帰ってきて後悔あはあモテるんですねっていう感じで やっぱね、童貞が読んでもそんな感情移入できないんですよだまあでも豊太郎みたいな立場っていうなんかそういう苦悩とかあんのかな僕には分かんないけどっていう感じだったわけですよ当時は20年前はね高三でデビューして今ちょうど丸19年経ってで、舞姫読んでからもう20年経ったんですねだから、まあ あの時は授業で読んだ時の「舞姫」はちょっと難しい古風な文章で何かちょっと劇的っぽい感じの恋愛のことが書かれてたひどい男のことが書かれてたでももう僕ね小説家になって19年たって高校時代は感じ取ることができなかった細部だとか今までに読んできた他の本との比較の中でもっとよく舞姫を理解できるかなって。 そうだろうと思ってね。まあそれどころかもう大先輩森尾貝さんのね作品に感動して落憂することすら感動して泣いちゃうんじゃないかなって思ったんですよ。それぐらい自分は今の自分はすごいこの伝説の作品の良さ感じ取れるだろうと思って今回読んでみました。で まず思ったのがまあ、記憶の中より結構短いっていうのと文芸的な面白さどうこうの前にこれ読むのめちゃくちゃ難しいんですよいやびっくりしたんですよ例えばねドイツ人のエリスにちょっと親切にしたらエリスからこう言われるんですよ我を救いたまえ君我が恥なき人とならんを母は我がとかねなんかねまあ、漢字は読めるんだけどこれちょっとえ読み方なんだろうとか まあ、意味は分かるんだけどみたいな、ね、すごいなんか難しいんですよね。文、古みたいな感じの文章がずっと続いて先生の何週間にもかけての先生の解説付きで読んだから、まあ、理解できたつもりだったんですけど今回のガイドなしで読んだらまあ難しいんですよ。まあ、当然20年前に 習った感触はあるんで、大筋分かってはいるんですけれども、で、まあそれなしでも大筋はなんとなく分かるんですよ。でも細部に関しては、これ僕どういうことだろうって思ったりすると多かったんですね。で、まあ僕基本的にこのこの YouTube ではテキストだけ読み込んで。 紹介するっていうことを基本にしているんで、あんまり解説書とか、なんかネット情報とかは頼らないでお伝えしている場合がほとんどなんですね。でこれをでも、さすがに新潮文庫の中の注釈とかは、まあ、いいかなって思って読んだんですけど、これ、他の短編もたくさん入ってるんですけども、他の作品も込みで、まあ、この注釈のページも結構長いんですよ、注釈の後に、二人の人物による解説があって。 でまあ、だから結構解説という説明が多い親切なんですけれどもただこの「舞姫の仲介」のそれぞれの単語の詳しく教えてもらったからといってそんんななにすんなり読めないんですよむしろ単語なんかは字面とかで想像つくんですけども何かほのめかすような書き方とかあとは。 あそこははっきり書かないんだみたいなことがちょっと分かりづらかったりするんですよ本当に細かいところとかは。だかそれはもちろんちゃんと単にで時間かければそれは英語とかよりも分かりやすいんですけれども意外と読みづらいんですよこれ <laughs> だから僕思ったのは高校時代にうちの高校で教えてくれた先生は誠意のある先生だったんでちゃんと読め解いてたかもしれないんですけどもこれ全国の高校とかで「舞姫」を 教えてる大学の教育学部を出たぐらいの、それこそなんか二十代の先生とかが他にやることある中でそんなに教師用のガイドブックなしでマイヒメの内容を理解できるかなって疑問に思ったんですよ。だってまあめちゃめちゃ古典とか漢文に精通してるっていうものではないですけども、僕はそれでもまあいろんな本を読んでる小説家の自分でも。 割とすんなり読めないんですよこの舞姫ってだからね二十三種の原文の現代文の先生が自力でこれを読めてるとは読めてる人もいると思います本当に五パーセントぐらいの人はでも後の人はやっぱねガイドブックに頼ってると思うだから生徒と同じだと思う勉強熱心な高校生と現代文の先生の 本質的なマイヒムの読解力は多分変わんないと思いますっていうぐらい難しいですよこれは結構このこれめちゃくちゃこの難しさが意外だったのは前に紹介したこの「イタセクサアリス」がトークライブみたいになんか分かりやすい日本語だったからなんですよ。もちろんこの2冊は書かれた年月は違うっていうのもまあとちょっとちらっと触れます。 で舞姫はではすねまあその一生懸命この難解な言葉とか日本語使いにもだんだん慣れてってよしあっなるほどねって分かるとこと分かるとこつなぎ合わせて何が書かれてるかっていうのが、ね、だんだんその頭の中でパッてね理解できてくるとそののの先にああるる内容っていうのは割とよよくある話なんですよだってですよ国の用事で海外に行って要するにまあサラリーマンとかのなんかその。 単身赴任とかでどっか行ってで現地妻作ってとかまあまあその主人公の豊太郎は別に独身なんですけども仕事とか留学とかの先で女性作ったけどなん,やなんやかんやって子供作っちゃったけどでも日本に帰ってきた東京に帰ってきたよく聞く話じゃないですか。<laughs> あの書いていてるる本人にはノスタルジーあるだろうし 文学的功績っていうのはこれもちろん偉大だって分かってるんですこの作品はただまあその作中の物語の運びだけではなくて描写がね結構事実の羅列っていう感じがするんですよまあこれもちろん短い作品だからあんまり意外性のある細かいところを書きづらいかもしれないんですけどでも例えば 例えばなんだろうこのまだ紹介はしてないですけど「掃除婦のための手引き書『ルシア・ベルリン』なんて本はこれ短編集なんですけども、まあ、短い中でも細かい意外性あるんですよ。まあ、川端康なりとかもね、まあ、意外性のある短編って多いいじゃないですか、まあ、もちろんねこの人は日本の近代文学の最初の方にいるんで僕らみたいにあらゆる小説が周りにあってっていう人じゃなくてもうそう日本の近代文学を切り開いていった最初の方にいる 人なんで精一杯考えたものが割と類型的話の元祖みたいなものになるってのは、まあ、当然っちゃ当然なんですよ。ただ別に折り返しも他の作品は結構違ったりするわけですよね。これと16歳か7歳ぐらいの高二の時に読んだ僕がはお、あ、もになるんですね太,太郎太郎さん僕にはちょっとまだわかんないですけどと思ったんですけど37歳になった今の僕が読んでも ああ、よく聞く話ですね。っていう感じでで、先日も飲み会があってそんな話聞いたんですよ。なんかま孕、あ、ませたりはしてないですけど、なんかね。似たような話聞いて僕その時思わず。いやお前それお前すら太田豊太郎じゃね。えかって突っ込んだんですよ。<laughs> 似てる話ゴロゴロあるなっていう。漱石の心の時にも同じようなこと言いましたけども、何かを反省したりとか悔やんだり懺悔してる。 人間の話ってマイナスからゼロに向かうんでその何ですかノイズが削ぎ落とされて収束されるんですよだから意外性とか変な面白みって結構減るんですよやっぱ限定されるっていうか短編で何かを反省する話になると本当に累計的になるんですよもうよく聞く話になりがちになるんですねだからもう現代文の時に初めて読んでうんまあ面白さよくわかんないと思って だけども20年ぶりに読んだからこそ言えるのはやっぱり「色恋沙汰」の反省話っていうのは当事者たちにとっては大事件でも他人からすればかなりよく聞く話類型的でやっぱりそんんななに面白みがあると思えないんですよねあの夏目漱石の心も登場人物である先生っていう主役の 反省物語なんですが作品長いっていうのもあるんだけど先生以外の登場人物は別にそんなに何だろう何かを反省するっていう心のベクトルで動いてなかったりだとかでむしろこの先生っていう人物は反省しなくてもいいかもしれない数十年前のことを何かそれを自分から拾いに行って変な風になっちゃうっていう漱石の心は反省するメンタルの異常性みたいなものを 描いてた感じもあるんですよだから、まあ、反省したがってる男のマイナスからゼロに向かう話の中でもなんか変な横道それたりんこれ変だぞっていう感じはちょっとあったんですけども「舞姫」は短いしストレートすぎてなんかそういう変な意外性がないんですよね全然。だノイズがなくててすすごいつるんとしてるんですよ、まあ、これはだからこそなんですよね。 この「舞姫」っていうのが国民的文学として教科書に取り上げられたりとかしてみんなが割と読んでるっていうのはイタすクサリスの変な感じ性の話を脈絡ない感じで劇的な変化もなく語ってるっていう非常に変な作品なんですけどやっぱ変な作品って何だろう劇的なこともそんなに起こんないし教科書に載せて先生が何か生徒に教えるっていう感じに作て そういういい取り上げられ方はしないんですよねで一方でやっぱり「舞姫」って話は単純なんですよ。つるんとしてるそして当時としてはネタがセンセーショナルだしまだ近代文学がどう日本の小説がどうなるかっていうどうなるか分かんないところでその役割を果たしたっていうので功績はでかいで話,は話の筋は分かりやすいわ分かりやすく悪い男とかで出てるで反省してる。 でもちょっとすごい迷ってる非常にまあ人に教えやすいんですね道徳とか小説とか物語とかだからこそこれって国民的文学なのかなと思いました心を説明する時も同じようなこと言いましたけどまた舞姫も同じだと思いますただですねあの一方でこんな感じで大先輩の 功績は認めつつも、そんなにあんまり面白みがないって。僕はね。大先輩の文豪森鴎外さんに言っちゃってるわけなんですけれども。でもやっぱ自分の理解もまだ足りないのかなと思うところもあるんですよ。まあ、基本的に僕はその小説家の前後の作品とかよりもまあ書かれた。テキスト単体で読んだ方がいいっていう。そっちの方が何だろう。作家、個人の情報とか前後の作品とか役割とか。 って語るよりも、その作家にとっては誠意のある向き合い方なのかなって思って、僕は割とテキスト単体で読みたがる方なんですけれども、でも、やっぱりそれでも理解が足りてないところあるのかなってとは思うんですね。あの、これはこの小説の外の情報なんですけれども、このドイツの女性のエリスのモデルがいるってことは知られてるんですよ。そのオーガ自身がドイツに行って、そこで。 あのドイツ人の女性と仲良くなったでそれはもう学校の授業でも何かの資料で読んだしまあ割と有名な話ですよねぼーっとしてても伝わってくるぐらいの作中マイヒムの作中ではもう気が触れてしまって,ってその精神病院に入れみたいな感じでなっちゃったんですけど、まあ、実際にモデルになった女性は日本に外を訪ねてきてでもイには会わずにその外の周りの人が彼女を説得してドイツに帰したっていう。 だからまあ別に日本に来るぐらいだから狂ってないんですよ割と現実としてそういうことがあったらしいで小説でも割とその通りに書いている、まあ、狂ってない女の人を狂ったように書いたりとかして主人公が後悔する度合いを深めるための編集とかしてるわけですよねでもまあ大方同じようなことしてて例えば森妖外と飲み会であって森妖外がその話したらお前ひでやらしだなお前ってみんなから責められる すっごい類型的でつまんない話なんですよそれって口頭で伝えたりしてもだから自分が経験したこと自分にとっては大事件とはいえこんな当時の頭いい人ってめちゃくちゃ頭いいわけですよねだからそんな頭いい人がともすれば陳腐になるっていう話を割と忠実に書くっていうのはやっぱ何か理由があったんじゃないかなっていうのが 思うんですよ、ね、そういうこだわりがあったっていうのを外側の情報からあんま知りたくないんですけどもとはいえやっぱりここまで割と陳腐になりがちな話をそのまま大方そのまま書くっていうのは何か理由こだわりがあったんじゃないかと観察したことを短い枚数で書こうとしたらたまたまこういうするんとした話になっただけかもしれないんですよね。だっって他ののの作作品品ががそうじゃななかったりももすするのででこれも作品外の情報なんですが これ「舞姫は」はこれ1880年の時に書かれた作品でその時は王外が28歳なんですねでこの「イタセクサリス」は1909年に書かれた作品で47歳の時なんですよ19年後「舞姫」書いてから19年後にこれ書かれただから20年前に舞姫読んだ僕と今の僕の年齢差にほぼ近いですよね。あと僕が小説家デビューしてからの 今の年数か、丸十九年って、十九年前って、今じゃやっぱ核になること。変わらなくても、十、ま、九、あ、年前とは書くものも違うわけですよね。だから、それは、まあ、イタ・セクス・アリスの時は、すごいこなれてるわけですよ。漢文的な難しさみたいなものは全然なくても、現代的な文で、トークライブみたいな。片破りの小説になってるんですよね。前姫書いて、十九年後のイタ・セクス・アリスっていうのは、大外は。とはいえ、多分、前姫。 のこの古風な感じっていうのはやっぱ意識的にこういう書かれ方もしただろうしこういう書かれ方でこういう割と事実に忠実なつるんとした話を書くっていう観察に対するどういうこだわりがあったのかっていうのはやっぱねちょっとこの小説だけでは分かんないので王外の他の作品を読んでまあ比べてみようかなって思いましたね。ちょっっっととやぱぱ他の作品もいいい読まないと かかんなないいことももあるかもしれない近代日本文学の始祖にある人っていうのはやっぱやっぱ他と比べるべきなのかなってちょっと思いましたね。今後も森岡作品をチェックしていきます舞姫に関して僕よりよっぽど詳しい方とかあとは全然違うっていう感想お前ダメだっていう感想もあると思うので皆さんの「舞姫」の感想とか見解とか読み解き方もコメント欄でお教えいただければ 嬉しいです。みんなでそれで参考にできたらって思います。何より僕がちょっと参考にしたいっていうのもありますしね。チャンネル登録と高評価もよろしければお願いいたします。それではまた。